3人制バスケットボールのプロチーム、エクスプローラーズ鹿児島のシーズン開幕戦が鹿児島市で行われました。エクスプローラーズ鹿児島の開幕戦は、鹿児島市の網広場に特設のバスケットコートが設置されて行われました。3人制バスケットボールは、コートの大きさが5人制の半分ほどで、10分が経過するか、21点選手で勝敗が決まります。また、コートと客席の距離が近く、迫力あるプレーを間近で見られることなどが特徴です。今日はエクスプローラーズなど九州と広島の5チームと、昨日の予選を1位で通過したエクスプローラーズのセカンドチームの6チームが熱戦を繰り広げました。見てる人との距離がめちゃめちゃ近いので、やっぱ距離感の問題では他のスポーツと比べたらとても楽しめるんじゃないかなとは。チームの持ち味としては2ポイント外のシュートなので、しっかり1本1本勝っていってシーズン通してプレーオフにつなげていけたらなと思いますので、応援よろしくお願いします。エクスプローラーズは来月下旬宮崎での公式戦を予定しています。